秋彦おめえ、あんまり実家帰らないからって母さん心配してらよ。じいちゃんの線香あれだけ、行ってこい。あかりさん、いつもあの弟がお世話になってまして、あのよかったらじいちゃんに線香だけでも。いえ。あら、カスト君、カスト君だよな。はあ、大きくなって、覚えてる？おじさん覚えてないやんな。さ、そうだよな、こんなに大きくなって今いくつよ。9歳、そんなに大きくなった。ふうは虫だ。知らない間に大きくなる虫だよ。虫そのものだ。異論あるよな。異論ってのはあっていいんだよ。あっていい。異論で虫って大きくなるもんだ。でんな。異論あるよな。異論ってあっていいんだよ。あっていい。な。異論を通じてな、いろんなこと考えて、虫ってのは大きくなるんだよ。異論あるよな。あるよ。そりゃそうだよ。な。あっていいんだよ。なんだ、虫嫌いか？あ、なんの？虫嫌い。カスト君、自分を好きになろう。なあ、自分を好きになるのすごく大事。異論あるよな。あっていいんだよ。なあ、今抱えてる異論、ぶつけてみろ。おじさんに聞きたいことがあるだろ。おじさんが何者か。まあそうか、久しぶりだもんな。そこからだよな。おじさんはね、カスト君から見るとおばあちゃんだな。おじさんのお母さんから経済的な支援を受けつつ、個人的に虫博士をやってるおじさん。ゾクゾクするような。ゾクゾクするような。激ヤバだ。たまにいる激ヤバだ。だけどな、おじさんの虫の知識、これ本物よ。おじさん虫にすごい詳しいの。ね。でね、これね、虫全部嫌いってのはこれ良くない。虫には種類があるんだよ。益虫と害虫ってのがいいんだよ。利益をなす虫と害をなす虫。例えばな、シロアリってのはこれ害虫なんだよ。シロアリってさ、建物食べちゃうのよ。害がある。それに対してクモとかが益虫だよ。クモはシロアリを食べてくれるな。利益がある虫だよな。虫はな、全部ダメなわけじゃないのよ。いい虫がいるな。だから虫全部嫌いになっちゃダメだよ。だからカズト君もな、益虫を目指そうな。立派な益虫になろうな。異論あるよな。全然あっていい。異論を抱えたままおじいちゃんの線香行ってこいな。あ、秋彦、ちょっと来い、お前なあ。秋彦、おめえさ、なあ、全然帰ってこねえから、ああ心配しろよ、お母さん。おめえ害虫だ。ダメだよ、おめえそれ帰ってこねえのは。まあ、仕事が忙しいのはわかるけどさ、おめえちゃんと食べ物食べてなか？いや、ダメだよ、カップラーメンとかじゃ。いや、忙しくてさ、食べる合間がないのわかるけど、カップラーメンは害虫だよ。ダメだよ、もっと益虫を食べなきゃ。なあ、サラダ、ヨーグルト、益虫だから、あの辺は。だろうがよ。どうせお前したあれだ、お酒とか飲んでんだろう。だから付き合いでじゃない。ダメ。お酒ってのは飲みすぎたら害虫なんだから。もっと体にいいさ、お茶とか牛乳とかの益虫を飲まないと。そらそうだろう。もう年齢的にもう内臓も若くないんだから。な？大事だよ、それ。ってことはお前どうせ夜更かしもしてるだろう。ダメだよ、夜更かしは害虫なの。な？早寝早起きが益虫の暮らし。益虫中心の生活を送らないとダメなんだよ。おめえこのままだとダメだよ。害虫なことばっかしてたらどんどん蝕まれるんだからな。益虫をもっと増やさないと。いや、そら、いつも言ってるだろ、お前には。あ、カズト君、どうした？異論がありそうだな。何が気になるよ。まあそうか、そりゃそうだな。なあ、あのお父さんさ、ほら、長い付き合いだからね、話してて伝わるんだけども、まあ最初に見たらそうか、疑問か。おじさんはね、害虫と益虫を区別できるけどね、虫と虫以外が区別できない。全部虫に見える。全部が虫のおじさんなのよ。つまり虫博士って意味変わってくるよな。
すごい、この世の博士なんだよ、これさ。なあ、ああ、そういう人間なのよ。うん。いや、そういう虫なのよ。そういうことよ。うん。まあ、異論はあっていいんだよ。異論はあっていい。異論で虫は大きくなる。うん。おじさんがね、全部を虫と捉えるようになったのにもね、歴史があるのよ。うん。小さい頃だよ。それこそね、今のカスト君と同じぐらいの頃。おじさんね、小学校でね、みんなに虫って呼ばれてたのよ。それが嫌でね、すんごいストレスだったの。その頃はおじさん自分のこと人間って思ってた。だから虫って言われるたびに、虫じゃねえよ、人間だよって思ってた。それがすごいストレスだった。でもある日ね、ストレスが解決したのよ。自分は虫だって思えばいいんだって。そしたら虫って言われても大丈夫だって思ったの。それでその日は楽になった。でも次の日またしんどくなったの。だって自分だけが虫なんだもん。クラスの他がみんな人間で自分だけ虫、これストレスたまる。じゃあどうする？あ、クラスみんな虫なんだ。全部虫にすればいいんだ。そう思ったの。でもそしたら今度は違う。自分のクラスは虫なのに横のクラスは人間だ。これ横のクラスいいなって思っちゃう。あ、じゃあ横のクラスも虫だなって。あ、じゃあ、まだ全部虫にすればいいのかって。そう気づいた瞬間、おじさんの目から見える世界全部が脱皮したのよ。わ、虫ばっかだって。全部虫だって。その瞬間におじさん気づいた。大事なのは虫か虫じゃないかじゃないのよ。液中か害虫かなのよ。そりゃそうだろ。この世にいいものが増えてほしい。いい虫が増えてほしいのよ。おじさんそう考えてる。今思えばね、小さい頃虫ってあだ名つけられたのはね、おじさんが悪かったのかもしれない。あの頃おじさんは光に集まる習性があった。たまに脱皮しようとしてた。卵を埋めないかなって、卵を埋めないかなって思ってた。確かにおじさんはあの頃虫に近かった。でもそれによっておじさんは全部は虫という世界の理解に到達し、とうとう良いものと悪いものを区別することができるという、もうほぼほぼソクラテスだよな。ほぼほぼソクラテスになったんだよなあ。だ、全部が虫って思ったことでなんだよ。だからな、カスト君もな、おじさんを目指せとは言わないよ。自分なりの虫になろう。大事なのはな、液中と害虫の区別だな。液中を増やせ。うん。勉強ってのは液中だよ。スポーツも液中。遊ぶことも液中。休むことも液中。身の回りに液中を敷き詰めて、液中生活をして、自分を液中にしていく。な。そしてもっと言うと、害虫も液中って思えば液中になることがある。な。害が起こらないように、うまいこと上手に配置したら、どんな害虫だって液中になる。そう考えて生きていくんだぞ、虫。頑張れ虫。異論があるよな。見たのか。見たなら見てけよ。ひょっぴーひょっぴーくてよ。